はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店の晩酌151へ、今夜も佐渡島からお送りします。今日は、日本酒の会、酒の会のご案内です。これが、そのチラシを作ってみました。チラシなんですけども、まあ、一番上がこんな感じになっておりまして、ようこそ日本酒のワンダーランドへなんて書いてありまして、日本酒で乾杯、まあ、飲まんかっちゃうめえ日本酒っていうことで、酒の会、初めてもう18年目になりますが、今回はちょっと趣向を変えて、まあ、会場をちょっと居酒屋風にしてみて、そこで、まあ、皆さんをお迎えして、酒を出したり、ちょこっとしたその酒に合うつまみを出して皆さんに楽しんでもらうということで、まあ、ここにも書いてあるんですが、まあ、例えばチーズとかチーズ系の料理、クリーム系の料理が、なぜか日本酒に合うというこの不思議な組み合わせ、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんでしょうが、そういう組み合わせの不思議とか、あとは一本の酒を、まあ、温度帯を変えて飲んでみることで、まあ、味の味わいつか味のこの感じ方、まあ、自分だとしては、感していくほどに味が出てきて、酒っちゃ感した方がうめえんだろうなっていうふうに感じてもらいたいわけなんですが、そういうことをやってみたり、あとはまあとんでもねえ話で、まあね、酒が罰ゲームになんかこうで一気飲みせえなって、わからんような酒を飲ますような、そんなことはやめましょうということで、会場でもあんまり無理に飲ましたり進めたりはせんようにしようかと思っておりますが、とにかく、日本酒が、まあ、お客さんとしては日本酒があんまり好きじゃないというか、飲んだことねえようなお客さんを声をかけて来てもらおうかと思っております。もしこれを見とる人で、日本酒なんてなもんまずいもん飲めるかっていうの人がおったら、いや飲めるんです。もしかしたら、今まで飲んだった日本酒っつうのは、混ぜ物だらけの、まあ、日本酒でなくて、まあ、戦後に生まれた変な、混ぜ物だらけの酒を飲んで、それが日本酒だと勘違いしとる人もおるかもしれませんから、ぜひ、ここへ来てみんなと一緒に本当の日本酒っつも、まあ、楽しい美味しいつまみと一緒にこう楽しみながら飲んでみてください。場所は相川のファミリーオっつとこでやります。宿泊施設ですけど、まあ、ホールを借りて、居酒屋風に店をちょっと構えて、カウンター越しに、まあ、お客さんに、酒とつまみを出すという、そういう感じで、10月の23日の、まあ、日曜日なもんで5時ぐらいから始めて、あとはまあ成り行きで終わっていくという感じで、できれば、そこは宿泊施設ですから、泊まっていただければ、まあ、ガンガンというか、まあ、車のことを心配せずに飲んでいただけると思います。ゲストに鳥取じゃねって岡山の箕浦淳一さん、私の酒の先生ですが、その人にわざわざ来てもろて、いろいろ酒の話何度してもらいます。ですからお客さんもいろんなことを聞いてみて、酒のことでいろんなことを聞いてみてっていう時は、もう遠慮なく箕浦さんに話をしてみてください。また、まあいいか、酒以外のことでも箕浦さんの得意分野っていうのもありますんで、どうぞもういろんなことを聞いてみてください。酒の会に出す酒は、こんな感じです。佐渡からは、まあ、佐渡の純米酒、新寮、金鶴、天領杯、北摂、真鶴とありますが、まあ、その辺いろいろ出してみようかと思いまして、当該からは新潟の酒、それから宮城、静岡、広島、福岡、佐賀あたりの純米酒を出して、温度帯を変えてみながらいろいろ楽しんでもらおうかと思っております。こう竹屋さんとの共同開催ということで、竹屋の若旦那も来て、皆さんに、美味しいつまみ、出してくれると思います。期待しております。皆さんどうか今回だけは、そうですね、酒があんまり好きになれんような、そういう人こそ来てもらいたい、そんな
飲まんかっちゃーっていう酒の会の案内でした。以上、伊藤酒店晩酌一期一会でした。